願いします。まあ今日はね、カネさん先生とは私のお友達です。よろしくお願いします。お願いします。今日の企画はイケメンじゃなくても好きになっちゃう瞬間を紹介していこうと思います。イエーイ。今日みんな出して最後に一番好きになるわって思うやつを紹介していこうと思います。はーい。はーい。あっ、あー、これ強いなって思ってるんですけど、バイクなんですけど、女子でバイクの後ろ乗るの嫌いっていう人結構おると思うねんけど、うちは結構なんかアウトドア好きやし、うん、なんかなんならバイク乗りたいタイプやから、うん、免許持ってたらな、だからバイクの後ろから乗るの好きなんよね、うん、そうで、ちょっとデカめのバイク乗ってるとうちかっこいいと思うタイプ、うん、だから後ろ乗って帰るみたいに言われたら乗るって思っていい感じで、それがまたなんか普通のバイクじゃなくて、うん、ちょっとかっこよめなバイクやと、うん、かっこいいやろこのバイクみたいな感じで乗れるから、そう、周りへのな、そう、とっても嬉しいし、なんかないろ、それが運転できるのもかっこいいし、こうやってる時ってさ、顔を見ひんやん、やのに距離が近いやん、最高やなって思う。しかもヘルメットとか被るしな、そうで、なんかさ、女子ってさ、慣れてないから、え、どうやって被るのかってさ、ごめんなちゃいやん、近いやん、近いやん、でもさ、絶対男の人よりはさ、ヘルメット大きいやんか、やるやんか、やるやんか、絶対だからさ、これそう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 、わかるわかる、しかもやってる時めっちゃ距離近い、そう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 、レディーファースト。あ、なるほどね。女の子扱いみたいなのめっちゃしてくれる子は、うん、顔があんまりやったとしても、うん、かっこいいと思っちゃう。わかる。レディーファーストでもいろいろあるやん、うん、どんなやつが一番しっかり言っていこう。あ、いいよいいよ、いや、うち言っていい、うん、はい、あのエスカレーターのそこで女の子を上に乗せてくれるのかな、ま、のあ、何スカート、うん、そう、スカートが見えへんように、先に通してくれる説の人もおるやん、うん、あのスカート見えへんスーパーの人もおったり、先に乗せてくれるよっていう人もおるから、うん、なんかそんな時に男の人が上になった時に、うん、なんかちょっと身長高いみたいな感じになって上目とかになってる時に好きって思っちゃう。私は車乗ってる時系のレディーファーストで、車のドア開いてくれるまではちょっとあれやけど、まあでもドア閉めてくれるとかでもいいし、レディーファーストじゃないかもしれんけど、うん、私さ、ドアの扉さ、めっちゃバーンって閉めたらさ、めっちゃ耳痛くなんねやんか、うん、やからそれをさ一回言って、うん、言った時にさ、うん、その扉のドアを、うん、それ言った後から扉を優しく閉めて、閉めてくれた時気遣いとかに、その人めっちゃかっこよかったわけじゃないけど、うん、え、優しいなった、え、好き、そういうの気遣いできる人、うん、うんうん、わかる、レディーファーストもやけど気遣いできる人が、うん、エリは、うん、レディーファーストっていうか分からんけど、うんうん、ご飯屋さんとかでメニュー決めて、うんうん、エリこれにしようみたいな、うんうん、言って、あ、わかったって言って店員さんに読んだ時に、うん、自分の分と、うん、エリの分、うんうんうん、をもうどっちも全部店員さんに言ってくれる、あー、わかるわ、そういうのいいよな、うん、この前いいなって思ったんが、食べててで喉乾いたってなって、不意にな相手のドリンクを見ちゃってんな、うん、じゃあ喉乾いてるって言われて水頼むかみたいな言ってくれてな、うん、それめっちゃいいなって思った、うん、なんか普通に水が減ってるって気づくよりも、うん、口が喉乾いてたんやっていう自分の行動で気づいてくれたっていうなと思って、見てくれてるんかなっていう、すごいよな、そう、すごい、はい、気遣いはレディーファーストと、まあ、ほぼ同じって感じだけど、うん、レディーファーストを突き詰めた結果、うん、もう気が使えたら、うん、モテる、モテるってかもう好き、うん、こうやって腕とかまくってたのとかこうしたり、なんかこんな感じでなった時に、うん、寒いかなって察してくれて、うん、それも車とか乗ってる時やけど、うん、暖房あげるとか、あー嬉しいかも、とかちょっと別に独り言ぐらいで熱とか言った時に、うん、冷房下げてくれる、うわー、わかる、でもさ、めっちゃ気まずい人とさ遊んでる時ってさ、寒くなくてもなんか無言でさ、気まずいから寒くて、あ、ちょっとわかる、あ、確かにやたら言っても寒暑くないのに、でもね、さ、そういう時はさ、じゃあ温度上げれるって、あ、別に大丈夫やけど、え、そうそうそう、なんかもう気まずさだ、うん、うちのドライブでいいなってものは、なんか相手の音楽でかけてたらさ、知らん歌になってくるやん、なんな、うん、ってなった時にさ、あんま乗れてなかったりしたらさ、すぐ気づいて、あ、好きなの選んでくれていいよって携帯渡してくれる、ああ、ああいうのなんか嬉しい、なんか携帯を渡してくれるんやっていうのも嬉しいし、パスワードとかも教えてくれる人とかだったらさ、いいんやとか思うし、その人のプレイリストも見れるし、なんか、え、浮気しなそうって思っちゃう。
まあこれは、はい、もうハルとよく喋るけど、はい、尊敬できる部分がある。いやーいやマジでかいやろ。もう嫌ですよ、やろ。特技やね。スポーツができるとか、うん、仕事とかができるとか、うん、そういうところで自分ができひんことできてたり、でそれ声でみたいな感じで教えてくれたりすると、うん、なんか頼りがいやで、そっからこうよく見えてくる。もうわかるわかる。その人と出会うまで知らんかった界隈、なんか話みたいなのを聞いたら、すごーって思う。わかるわ。すごーって思う。なんか面白いな、そういう話。そう。なんか自分の知識まで広がってる感じがして。わかるわかる。なんか一緒におって有意義な時間を過ごせる。わかるわかる。うちはあんま頭悪いから、うん、頭いい人見てもあのすごーって思っちゃう。え、わかるわかる。私も頭いい人ってかっこよく見えねんな。賢い子にテスト前にめっちゃ教えてもらっとってんけど、うん、全然普通にマジで勉強教えてもらうでやっと仲良くなったレベルやけど、うん、そっから仲良くなったから、うん、できひんことをさ教えてもらうみたいなんて女子絶対嬉しい。わかるわかる。バイトの先輩とかもすぐ好きになる。あー確かにバイトの先輩ってそういう時強いよな。この人すごいって思うもん勝手に。違う、うわかっこいいと思ったのは、うちやったらめっちゃ洗い物遅いね、めっちゃ最後ためられて意味ないんけどとかなってる時に一人で、うん、普通にこなしてた時とかすごい、あ確かにもう遅いってなんて無理やねんけどって思った時に一緒に手伝ってくれたり、うわー手伝ってくれるのマジでいいよね。かっこいいって思っちゃった。笑いのツボが一緒。あわるわ。これは結構マジででかいと思う。わかる。それと一緒よな、ほんまに。みんな笑わんやろうけど、おもろって思ってたこととかを一緒に笑えた時、うん、みんなが大爆笑とかしてる時は別にいいんだけど、なんか自分らしかおもろいと思ってないツボのところを二人でもなんか笑えたらめっちゃもう、分かるわ、気合うわって勝手に思っちゃうと思う。あとなんかテンション感とかも、あー分かる。マジ分かる。ノリも分かってくれる。ノリの軽さ、マジ分かる。わかるわかるわ。ノリの軽さあるのってほんま重要よな、うん、ノリで言った時にノリって分かってても結構なんか思う今も喋ってくる人やん、で軽くならなあかん、これノリを使ってる時はな。ノリの時はノリを合わせなあかんから軽さ。え、はい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 、はい、え、うちはこのあのあー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 っていうところで、顔あんまりな人はマジで友達から入る、これはまずおすすめな。で、うちは友達から恋愛いけるタイプやからいけるんだけど、うちは男女の友情成立する派やから、で、お友達だ友達やって思うのに急に相手からおらへん、めっちゃ惹かれる。えみたいな、え友達やってなかったみたいな、なんかえみたいになるやん。で、他の女の子と喋ってんの見たら、え他の女の子いっちゃうやんって思って、うわこれは好きかもってなっちゃう。まあ確かにな、わかるわ、手放したくはないよなってなっちゃうかも、そのこっちの良さみたいな感じ。そう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 、あのあれらしいね、あのすぐに付き合うカップルって顔の偏差値が近いからすぐに付き合うらしい。で、会って結構時間経って付き合う人は顔の偏差値が結構違うらしい。でもさ、エリーもさ、高校付き合ってる人さ、イケメンやったやん。イケメンやった。で、すぐ付き合ったら、あんた付き合った。で、顔の偏差値と同じぐらいになって思ってた。確かに確かに。エリーも可愛いし、その人もかっこいいから、すぐ付き合って、確かに。はい。はい。男らしい人。あー、それ強いわ。それはほんまにそう。それだよ。どういう行動されたら男らしいと思う？まあ、めっちゃ普通に王道系で言ったら力仕事みたいな、うん、自分ができひんかった力技を、あー力技。簡単に言えば、まあ、ペットボトルの蓋とか開けれんかったとしたら、あ確かに確かに、うち結構開けられへんねんな、それ分かるで。え、うちさ荷物持ってくれる、結構分かる、結構王道やけど、うん、なんかさ確かにキャップとかって開けれへん時ってさ女子にも頼めるやん、別にそれって、うん、やけどさ荷物を持ってて元かっていう女子なんてまずまずおらんくない？それを言うのはもうマジ男だけだから、しかも男でも全員言わんやん、だから思うな。え、しかもプラスアルファで元かじゃなくて、あ持つでって言った瞬間にもう持っとってほしい。うわー、もうなんかこっちが拒否する間もないぐらいにもう行動に移そう。まずうちらが言うのをおおみたいな、ああありがとう、これこれこれ、あって意外とほんまに普通に重いから助かるよな、助かる。自分が持ってるカバンまでは持たれへってほしくないけど、なんかちっちゃいカバンとは別の、え、そうそうそう、マジ荷物、自分の荷物やけど、私やったらパソコンとかもし持ってたりしたら重いから、わかる、パソコンの方の荷物だけ持ってくれるみたいな、パソコンの荷物はマジで持ってほしいな、うん、あ、え、的に男らしいなって思う行動ある？筋肉。別にお肉みたいな、なんかやっぱりある方がいいよな、これから夏、もう最高やな、そんなタンクトップ見たいもん、身
長関係なく筋肉はあれはもういいやん、かっこよく見えるから、うんうん、マジで筋肉をつけてください、はい、本当にお願いします。お願いします。冬はコート着るから何度着るか分からんけど、夏ってさこう T シャツとか着た時にさ薄さって薄さ分かんねんだマジで。ここの横の分からへんけどな、この人は多分分からない。筋肉分からんねん。筋肉さ、筋肉はいいよな。いやー、ここの何やろ、こう T シャツ着た時にペラペラやから、もうほんまに筋肉がファッションなんねん。ほんまにわかる、わかる。あとなんかタンクトップというかノースリー着とって痛い。そもそも私そタンクトップとかノースリーブみたいなの着てる姿を見たくないのよ、あんまり。そういうのが似合う人がそもそも好きなんじゃないんやと思うけど。でもうち普通のデートで着られたらバリ見せるやんって思う実際。けど海行くぞーとか、うん、そういうなんか、いやいや、あの音がいいとかの時に部屋着でタンクトップとか。いやいや、なんかめっちゃ、かっこいい。冷めちゃうねんけど、なんか脇とかも見たくないし。あー、脇って難しいよな。難しいし、なさすぎて、ないんやとか思っちゃう。確かに難しい。まあ確かにむずいけど。難しい。いじり合える。マジ大切。ちょっと苦手な人とかにいじられると、うん、やめてってなるけど、わ、うん、かる。仲いい友達とかから、うんうん、いじられると、そっから急に仲良くなってくる。うん、いじられると、こっちもいじり返したくなるっていうので、どんどん相乗効果みたいな。わかるわかる。なんかさ、大人数で遊んでて、うん、なんか自分だけがいじれるとか、ポジやったらめっちゃ嬉しい。わかる、そういうことな。優越感とか、なんかうちだけいじられんねんで、やめろってとか、なんか結構怖みやのに言えねんなとか、確かに、わかる、わかる。なんかあの子だけにやたら喋ってるな、うん、とか、よう喋るなとか言われる。でもさ、それさ、言われてない方のさ、タイプのさ、人たちやったらさ、何やないっすって思う。でも今日大人数の中でめっちゃいじり合っとったらなんか見せつけてる感じゃないけどどうぞってなるけど、一人だけの時にいじられたり、あり、それも全然あり、わかる。でもみんなの前とかでやっててさ、その男の子がさ、女の子がさ、めっちゃモテる子とかやったらさ、周りからちょっと反感買いそうやけどさ、そうじゃなかったらさ、この二人いいやんみたいななりそう。てかさ、周りの人にさ、二人いいやんって言われたらさ、意識するくない？する。やんな、いいんかな思い出す。はい、秘密を書くなのでなんか男の人からあんまり周りに言ってないのにって相談とか、あの過去の話とかされたら、お気になりますね。どんな秘密？どんな秘密やろ。でもちょっと暗めな。なんかさ、少女漫画とかでよくあるやつやん。あ、そう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 、過去に何か抱えてる系だ。そう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 、それを言われた途端にもう普通に心の距離これぐらいやのに、うん、もうこれぐらいじゃないと折れへん。何やろ、もうその話をされた時点でもうここに降りたくてもうこうなっちゃう。そう、心のな、距離がもう勝手に縮まっちゃう。縮まりたくなくても。でも暗めやったら逆にめっちゃ気使っちゃって。わかるわかる、それもわかるな。顔作るじゃないけど、なんか気使いすぎて距離感確かに。確かに。え、けどさ、うちさ、学校とかでさ、その子の秘密うちしか知ってないタイプの時にさ、みんな知ってないんかなとか思ったら、ちょっと余計に気になっちゃう。まあまあ、確かに、それで気になる。でも、実際、暗めの秘密みたいな暴露されたことあるけど、好きでもとかでもなかったからさ、それ言ってさ、私に、私がどうしたらいい？そうやわ。それやわ。逆に好きじゃなかったら興味ないかも。そう、好きやったり、彼氏とかやったら、確かにそうやけど、周りに言ってなかったんけど、うん、最近失恋したぐらいの暴露やったらいい。あ、失恋したぐらいやったらちょうどいいかもな。やったらちょっとかわいそうとか思っちゃうやん。ほんならなんか優しくしてあげんとって思って。確かにわかるかも。じゃあ今出した中で一番、うん、はい、これで好きになっちゃうっていう瞬間、はい、を紹介していくと思います。はい、せーので、メリーファーストいじりも前やったけどな。わかる、うちは笑いのつもと前だった。なんかこうコミュニケーションで楽な人が結構強いなって。顔があれやもんな。そう、面白いって強いよ。面白い、強い。私レディーファースト、レディーファーストしてくれる人が多分好きなんやと思う。シンプルにね。なるほどね。やし、その自分がイケメンじゃなかないけど、うん、優しいって思えた人がレディーファーストの人やから。なるほどね。で、笑いのツボはマジで大事。これは結構価値観にもかかってくると思う。確かにそれは自分の考え方とも似てるんかなっていう。わかる。なんかさ、デートをさ、1日例えばしとってさ、一番さ、盛り上がる時ってあるやん、デートでも。そのタイミング一緒やったら最高だね。ここで2人でもめっちゃ盛り上がってるみたいな。そういう時あるのは価値観っていうのは。価値観
感やな、価値観いい。うちらマジ遊ぶときそうじゃない、なんか下がってるときうちはまだ下がってるけど、上がるとき急に上がる、わーって楽しくてってなるから、なるよな、うん、多分そういうのって息合うんやろなって思う、男女で行われたら。うちらマジ末っ子みたいなのにしてるからな、ほんまにそう、気合うとき気合悪いけど、綺麗にときめっちゃ綺麗にね、ほんまにそう、めっちゃ似とるよな、ほんまに。はい、今日のはここまでです。今度がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。